今回火山ですが、何が起こるか思い出してるわ。ほら、どこぞに降りるっていう選択肢もないまま。もうやばい、もうやばい。噴火してるわ。黒煙まずい。スマウグ、スマウグ。ファイちゃん？いないよな。皆さん見て。いや、ダメージ食らってん。これは仕方ないよな。じゃあ、あ、プチナ！ドカーン！助っ人参上！よ、久しぶりだな、アンちゃん。ん？オイラの顔忘れちゃった？北の神殿で世話になったモグマ族のプチナだよ。気を失ったあんたが連れてかれるのを見てさ、追いかけてきたんだ。アンちゃんも命知らずだよな。今度は何をしてんだい？実は、かかがしかしか、竜？それで神様のことか？この山には神様が住んでるって噂を聞いたことあるけど。アンちゃんほんとそういう夢物語好きだよな。ん？オイラかい？オイラさ、悪い奴らがこの山に集結してるって噂聞きつけてきたんだ。へへへ、悪い奴のいる場所にはお宝があるってのが常識だからな。まあとりあえずアンちゃんはやることやっちゃわないとね。気がつかないのかい？あんた丸腰だぜ！ピアスだけは奪われなかったもんよ。とりあえずこれだけは盗み出しておいてやったけど。マジ？何？はい。はい！はい！モグマグローブを取り戻したモグマ族のようにここから抜け出そう。早いとこね。それじゃあオイラは先を急ぐからもう行くぜ。じゃあな。ありがとう、プチナ。ピアスと、何？モグモググローブだったっけ？これさえあったらどうにかなんべえよ。しかしだ。丸腰でこれ、これ今体力回復していい？4つも食らうっていうのは、やばくない？大丈夫？あ、椅子あるじゃん、椅子あるじゃん。皆さん知ってました？この椅子って座るとしばらくしてると体力回復するんですよ。ほら、すごくない？いや、待って。コウモリの音がする。パチンコ玉？コウモリ、今剣もない状況で、とてつもないよ、あれはやばい。こっちか。え、いけない。こっち。左いける？これ爆弾じゃん、これ。いやいやいや、やばいやばいやばい。爆弾なくない？あ、こっちだ！なんだ、そっちかよ。最初から言ってくれよ。この火山を、取り戻す旅に出なければならない。落ちた物品。よく火山でアクシデント起こるよな、ほんと。あ！一応話しかけてみるか。ようよう、ここでは特別にヒント見せてやるし、ちょっと見よう。せっかくだし。お？なるほど！それやった！役に立ったのか。おぉ！あんちゃん？プチナ、何やってんだよ、丸腰でふらふらこんなとこまで出てきて。悪い奴らが集まってるって言ったじゃん。周りよーく見てみなよ。どれ？そんな暇もなかったや、墜落してから。うわ！やば！魔獣と思い出すね！その時よりも敵の数だけだったら多いんじゃないか？何そんなと、投石武器まで？くれぐれも言っておくけど、奴らには見つかるなよ。どうしてこんな厳重になっとんの？恐ろしいことになるからな、絶対に見つかっちゃダメだ！わかった？はいはい。はぁ、なんだかあんちゃん心配だな。よし、いいこと教えてやる。地図開きな。マジ？この後に及んで、いいかい、プチナ様の大出血サービス。じゃじゃーん。火の負の、やるじゃん。やるじゃねえかよ。爆弾、パチンコ、ムチ、掃除機、ボヨヨンくん。まあ、おいらの興味あるものは大して入ってなかったけどね。あんちゃんの取られたものがあったら取り戻しておきなよ。そんじゃ、おいらはお宝探しに戻るよ。バイバイ。待て、盾とさ、ファイちゃん、やばい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 っちゃー、うわ腹くくらねえといけねえな。あれ、こっちまでは寄ってこねえか。うわ、そこのハンバーグ、見てください。
そこに足つこうものならこの厚底ブーツでも一撃必殺、まず命はないだろう。ここ行けんやん。どうしたらええかね。あ、向こう行ってる。よし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 。こっち左に落ち込めってことだろ。ここはやめてもバカ。あ、潜れるや。え、ここから潜ってさ、何が起こるってんだよこれ。ここ、あ、待って、え、今回のこの火山は大変だぞ。もう僕たちの不手際と言っていいのか。天候には誰も逆らえないからな。これ全てが丸はぎブーツになってからの火山。え、そもそも、あ、竜の人に会わなきゃいけないのにさ、とんだタイムロスだよな。あ、でもここに来たんだ。なるほど。あ、地図地図地図、近くにあるのは、はい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 、クローショットと掃除機な。はい、上のやつはどうせ走ったって気づかねえだろう。にゃ、うわ、あ、穴ある。ハンバーグもあるね。そこまで行って宝箱ってことか。しまかせろ。あ、そうだ、掃除機さえあったらあのハンバーグも冷ませるもんね。ここが勝負どころで行ったところか。うわー、気持ち悪い。よし、ここで一回離れとかないと奴は暴れ来るからね、痛みで。あえてしなくていいや。じゃあ一発気合い入れるか。佐々木勲を出しとくか。きし、おお、いいね。早速掃除機ゲット、取り戻したり。きしゃうわー。魔法の壺を取り戻した。風をビュービュー吹きまくろう。バレないようにね。うわ、何これもう。めちゃくちゃ落としてない僕。あれ、こんだけアイテムあったって、なくして初めて気がつくもんね、人間どんどん。汽車は、闇を抜けて。あ、ふんころがし。こっちはなんもないね。上に登っていかなきゃいけない。で、くれぐれも、高台の人にはさ、気づかれないようにしないと、声とか出すとやばいぜ、リンクくん。やばいやばいやばい、リンクくん。そう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 。声とか絶対出しちゃダメだからね。響くよ、こんなちっちゃい火山では。声とか絶対出しちゃダメだと思うわ。穴もあったわ、高台もある。それ多分クローショットでしょ。これ気づかれないように、ほら、心臓の音すら聞こえるでしょ。だから声絶対出しちゃダメなの。汽車は闇を抜けて光の海へ。何これ、甘いな、脇が甘いよ。しー、そう、お前は若い伝えよ。よーし、こっちからね、こう左でチュチュチュっていけないかな。あ、穴があるね。そうだ、こっからだ。ムカデは極力無視。この先も出てくるんでしょ。ほら、モザモザ言ってるもん。モークいるんだろ。いるって言ってくれよ。返事しなさいよ。これ刺激与えたっていいことないだろう。うわー、来た。やばい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 。あー、やばいんじゃない。命なかったぜ今。よし、なんとかこれでクローショットが手に入るはずだ、きっとね。どうだ。お、よし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 。ふぅ。なんとかだな。これで、上伝っていけれるね。クローショット取り戻した。ほぼ全部あったからな。どんだけ取り戻さにゃいかんのよ。よし、来た。よっしゃ、ごめんなさいね。ちょっと通りますよ。ライトついてるとこしか監視しとらんのか。これで次は私たちはそこか。けっ、OK、最後は一仕事だったね。で、左にも行けようものか、行けようものですね。しかし、ちょっと待てよ、この先だよ。あるのかい、ないのかい。ちょっとこっち潜っていかないといけないんじゃないの。これ見てください、あのハンバーグ、肉厚ハンバーグ。あいつの流れ着く場所って一体何なのか、どこなのか。ガンジー川、
違うんだな。宝箱のあるところだよ。危ない。ここよりほら、このまま身を任せまして、そこの橋登っていかないといけないから、どうにかうまいところにたどり着くだろう、これきっと。大丈夫これ、なんかいまいち信用ならないな。左に行ったよ、さっき。あ、そこでぶつかって消えゆく命、定め。なるほど、ここだよ。オッケー。で、あ、びっくりした。びっくりした、今。テントウムシがゴブリに見えちゃったわ。何？ムチを手に入れないといけないね。あるじゃん。ただ、落ち着きなさい。ゴブリン来てますからね。気をつけろ、気をつけろ。大丈夫だ。今、宝飾的な感じになってる。見え方的にはね、問題はないはずだ。いいね。長い。あれれれ？おかしいぞ。そっち行ったってダメじゃないか。待って。ここだよ。見てな。ほら。ほら見たことか。この爆弾はさ、天然物を使うんだよ。見てな。行くぜ。よし！よし！異変察知！あ、ごめんね。あれ、地獄落ちたよ。はい、ムチゲットでしょ。ムチムチー、おし、さあ早いとこ帰ろう。あ、あぶないね。おっ、こっちだったっけ。オッケーオッケー、橋オッケーで、あいつ引っぺがす。いいね、順調に見えるが、鼻がファサファサー。で、こっからのクローショットの連携コンボ。よし。よし。息がいいぞ、こいつ。ちょっと距離を置いて。はい。で、降りる。セーポイント。素晴らしい。あれ？爆弾で破壊できないかい？これ。もしかして。これワンチャンあるよ。もうワンチャンあるよ。ワンチャンあるよ。あぶれ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 。どうだ。おお。その先もあるんだろう。任せたまえよ。間に合うかしらね。いや、間に合わんのじゃないかこれ。あぶれ。いったか。ギリギリ。よーし。え、マジギリギリじゃなかった今の。結構。アンダーグラウンドへ続く道？本当はあそこ爆弾じゃギリギリ届かない設定になっていたのでは。あ、プチナ近道できたのかも。ふうふうふう、熱い。この先に世界中のお宝が。僕たちピアスしてるから大丈夫なはずだよね。これは？よっ、パチンコク。早く手に入れてくれと。ふうふう、さっきからこの先に悪い奴らが消えていくんだよ。何かあるぜ絶対と言われてもな。武器がないのだよ。キラン。コウモリさんがいるのは分かったが、爆弾がないので、マップ、この上、爆弾から取れってこったか。はは、はいや、やばいよ、それはやばいよ。あいつらも巡り巡ってるな。ここむ、パチンコから取るか、爆弾から取るか。ではこれよりパチンコ救出作戦に打って出るが、ニカス樹脂来た、お前待ってた。オッケー。マップを確認するとこの先だね、下流にあります。あれ、なんか上、え、飛んでってくださいよと言わんばかりなんだが、大丈夫かしら。でも乗ってていいよね。うわ、爆弾越し、ここは大丈夫。で、
って、はい。どうよ、行った？ああ、こっちか、もう危な。そう、紙一重。よし、すごいシームレスにやってくることができました。あ、なるほど、あの花は上に登るようだ。拡散パチンコで地味に強化していたことを皆さんにお伝えし忘れていました。てへ、よし、来たがってんだ。パチンコで気を引かすなんかっていうさ、名前差しあれじゃないんだよ。拡散したわ、確かにしたわ。気絶させるんだな。で、セーポイント、危ない危ない危ない。一番今緊迫してるこの一瞬。やばいやばい、大丈夫大丈夫大丈夫、危ない危ない。なんだよ、は武力でいくか。それ？いや、じっとしてることはないよ。あ、どうなるんだろう、これ。単コブできて終わりかい？ダメージをして、あ、食らってるわ。見つかっただけで問答無用のお約束か。ポロポンじゃないよ。じゃあどうしよう、どうしよう。上の人をしばく。あ、ライトも消えるんだ、ありがたいね。こことかじゃないかい。当たってたようだ。外れだったら許さんよ。あ、どうしろってんだ。なるほど、このじゃがいもを切り進み、じゃがじゃがと、これね、そこね、一発で当たり引いたんじゃないかい。どどどどど、まずゴッ。ファイちゃんマジでどこ行ったんだ。これ思い出せねえや。あ、宝箱、やった、ありがた。中身は爆弾、ドッカンドッカン吹き飛ばそう。さあ、爆弾手に入れたが、爆弾で俺たちは何をしなきゃいけない。あ、そうだ、プチナのいたところだ。本気戦が出てきた。おっ、プチナ任せろ、兄さんに。よし、これでショートカットも開通できたはずだ。同時にね、その先ね、あ、過去近いよ。もう、うわー、目がシパシパするもんね、このコントラスト。こっからが地獄ってことかい。キラン、あ、ちょっとやめて、かっオレンジかかってるよ。ファイちゃん、ファイちゃん、行く。真のマスターソードを取り戻した。これまでの鬱憤を晴らすべくバッサバッサと切りまくろう。これでファイとも話ができる。ごめん、ファイちゃん。サヤはどこから出てきた。ありがとうございます、マスターセナ。いえいえ、火山噴火のトラブルとはいえ、ひと時でもマスターのそばを離れたファイをお許しください。何を謝ることがある。ここにいる間、右の奥の空間より強い力を感知しました。勇者の歌の一節を知る竜である可能性 60% もあるって。残る装備を全て取り返し、竜の探索をお続けください。ファイちゃん、もう君は一生僕の背中から離れないでほしい。命令だよ、唯一のね、僕たちからの。なんだてめえら、何があるってんだよ。その宝箱に何があるってんだよ、教えてみろってんだよ、タコ野郎。おーし、かましてやろうじゃないか。いやー、宝箱を先に手に入れた方がいいだ。絶対方がいい。やっちゃ、頼む、立てよ、いでよ。お前だれー、冒険ポーチを取り戻したら、なんと残りのアイテムも一緒だ。こんな中に、いや、ふぅ、あー、危ない。じゃあこれだ、バカ者ども。こっちは真のマスターソードよ、バカ野郎。もう終わりかい。え、黄金チュラ、黄金ゴン、他愛もなかったでござるな。シャレ神戸だけ残して奴ら帰ってって。ご御用さんとこへ。
次はどこに、あ、でも残りのポーチを手に入れたから、危ねえ。よし、問題はこの先だな。全部のアイテムを取り戻した後、僕たちは向かうべきは竜だよ。お、久しぶりやね。あ、くそ、弓矢一本か。そこのを切っておいて、うまい。で、あとはビートル君にしよう。噛みちぎってしまえ。あ、この下が最後。ファイちゃん、やっておしまい。この先か。うわ、いかにもだ。いかにもなところや。ほほう、人の身でありながらこの灼熱の地までたどり着くとはな。その手に宿した聖なる紋章は伊達ではないな。曹操みたい、いでたちが。遠き昔に女神様より授かったこの調べ、お前に伝えるためのものだったということか。よかろう人の子、お前に私が知る勇者の歌、その一節を授けよう。勇者の歌の一節を手に入れた。火山の噴火は我が力の爆発、お前を巻き込んでしまったようだが許せよ。間もなくこの地の空も晴れるであろう。さあ行くがいい。ファイちゃん、マスターセナに報告。噴火活動の停止を確認。これで空への帰還も可能となりました。それそもそも帰れなかったんだ。おめでとうございますマスター。2節目の勇者の歌を手に入れました。残るはラネール砂漠です。今回最後に残るはラネール砂漠。こちら四大難所と僕が思っているスカイウォードソードの一つとなっております。分かりづらかったな。四大難所の一つです。これね、無事終わらなければこのスカイウォードソード年内終了はまずないと言っても過言ではないでしょう。てかまだまだあるしな、難所が。その先にも。というわけで頑張りたいと思う。次回、まあ、近いうちに更新すると思う。僕たちはまた帰ってくる。この場所に、空に、大地に。起床。